バグザッククッキング髪切り虫不足の内山先生がお困りです。井上さくらです。よろしくお願いします。今年こそカブトムシをおいしく食べる方法をなんとか開発したいと思ってます。内山翔一です。よろしくお願いします。それは私も知りたいです、はい、先生今日はこの、はい、虫ミートを使って何を作りましょうか。はい、やっぱり3種類ありますよね。はい、でこれを使って油でサッと揚げてフリッターって言いますかね。それにしようと思ってます。ナゲット的な。そうですね。おお、はい、じゃあ今日はこれだけでいいんですか。今日はこれだけシンプルでいいんじゃないかと思います。適当にこうすくって形を、はい、まあ、ある程度作ってもらって、そこにポッチャンと入れていただければ。あ、美味しそう。はい、それでもう終わりです。毎回気になるのが、生きた状態でミルワームだけあるっていう食べる瞬間も生きた状態でいるんですよ、いつでも。そうですね、比較的この季節、はい、これはまあ入手しやすいんじゃないですかね、ミルワーム。よく爬虫類の餌としても売ってますもんね、はい、ペットショップで。まあ、コオロギもそういう意味では非常に入手しやすい、だから、うんうん、ここら辺は結構まあ、手に入りやすい素材になると思います。確かに、はい、皆さんも挑戦しやすいような材料で。そうですね、はいはい、でも本当これ黄色くなりますね、やっぱりね、しばらく経つとね。そうなんですよ。なんか私すごい思うのが、それもしかしてなんか、うん、ちょっと油だから脂肪が色変わってくるのかなと思って、時間経って不思議ですね。ほとんどこれとこれ同じような色してたんですけども、うん、これだいぶ黄色みがね、増えてきてますよね。全然色変わりましたね。これにちょっとなんか調べてみる必要ありますよね。私はなんか若干の酸化かなって思ってます。可能性ありますよ ね、はい、こっちはやっぱりコオロギは脂肪が、こっちはミルワームの量が少ないかなって。ミルワーム多いですもんね、脂肪分がね、はい、行きましょうかね。行きましょうか。じゃあいつも通り粉から。そうですね、はい、じゃあ粉から、これコオロギの粉ですね。これはこんな感じで落としちゃっていいんですか。そうですね、まあ、それである程度ちょっと固めにうまくできれば散らからないようにちょっと上から押さえて 丸っぽくしてもらって。あ、これでいいですか。あ、それでいいですね、はい、入れちゃってください。シャッと、おー、あ、そうそうそう、こんな感じで、そんな感じで、はい、シャッと、はい、おー、こちらも、ね、はい、はい、じゃあどん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 入れていきます、ね、はい、おー、もう衣とかもつけなくていいんですね、このまんまで。このまんまでいいと思います。簡単。でもこれは割とコオロギの粉は割と硬いので、肉質というかやりやすい、やりやすいですね、とっても、はい、ちょっと、はい、これで、そうですね、これで様子見てできたら揚げて、はい、で次に行きましょう。はい、結構高温なので比較的早めに揚がっちゃうと思いますけどね、はい、どうだろう。あ、あー、なんか、え、唐揚げみたい。そうですね、ほら唐揚げみたいですね。どうですか、うん、もうちょっとですか。もうちょい行きましょうかね。もうちょい、はい、うわ、面白い。本当唐揚げみたいですね。色が色だしね。ねえ、これはもうお弁当に入れたら絶対分かんないやつですね。うん、もしね、そのくらいで行きましょうかね。こんなもんで、はい、もう元々がこの種は食べられるんですもんね、うん、そうですね、はい、なのでちょうどいい。じゃあ、こあ、いいですね、はい、揚げます。おお、美味しそう。ほら、はい、とても美味しそうなお肉の完成です。で次は今度これですね、はい、コオロギのレッド。お、なんか、あ、もしかしたら、うん、揚げ物にするには柔らかい種の方がやりやすいですね。やりやすいかもしれないですね。形作りやすいかも、はい、落としやすいというか。すいとんですね、これ。確かに蒸しすいとん、蒸しすいとん、蒸しとん。先生、そういうの好きですよね、意外と。短縮系が好きなんですよね。最近流行りです、はい、先生の流行り、短縮系。これはまた、あ、いい色。おー、いい色ですね。おー、面白い。これはよくわかりますね。ねえ、うん、ちょっとなんか、これは唐揚げですけど、こっちは何だろう。なんでしょうね、それ。なんか磯辺、あ、磯辺揚げっぽい感じの。ちょっと色が白いからね、分かりやすくていいですよね。ねえ、やっぱ揚げてる時の音がいいですね。いいですね。まさかこれ、もともとのコオロギを攪拌したとは誰も思わないですよね、この見た目じゃ。そうですね。出来上がりだと分かんないです。あ、いい感じですね。あ、いい感じ。もういいと思いますよ。もういいですかね。
いい色、はい、いい色ですね。いい揚げ具合ですね。さて、さて最後ですね。最後今度ミルワームで、あ、なんか作った直後は、このミート作った直後って、うん、ミルワームとそのコオロギ、コオロギ、冷凍コオロギ大差なかったんですけど、ちょっとね、こっちの方が分かりやすいですね。色も変わってきたし、うん、あと触った感じも、はい、ちょっとね、あ、ごめんなさい、粘り気が出てきた気がします。なんかこうやって虫を使って料理してると、うん、その虫って体がちっちゃいじゃないですか、はい、だから最後の最後まで大事に使ってあげたいなっていう気持ちになりますよね。全部使ってあげたいですよね。マーチとか羽とかもね、すごく小さいものからいっぱいもらってるから、はい、ありがとうございます。ました。ちょこちょこ体が浮いてますね。なんていうんですか、頭がだけ浮いてる、頭だけ浮いてたり、あ、そろそろ、うん、あ、もういいかもね。この黒いのがゴマっぽいけど実は頭だったりしてね。ゴマにしては大きいなみたいな。ごまかされないか。ごまかされませんよ先生。ちょっと嬉しそうですよね、いつもなんか。いい造語を作った時とか、いいダジャレを言った後の先生の顔が。そう、達成感が見たい。先生が楽しそうな瞬間って大体わかりますもん。そうですか、すみません。すごく顔に出ちゃう。顔が笑っておりますよ。はい、いいこと思いついたな、うしっしーみたいな。そう、見破られてしまったか。見破っていますよ。次の戦略を取らなくていけない今度は。OK かな、はい、こんな感じですね。よし、上がりました。おー、はい、3種類完成です。完成です。すぐできましたね。はい、ご苦労様でした。はい、いや、美味しそうですね。みんなそれぞれ美味しそうですね。やっぱり三種三様で ね味も違うと思うし、食感も違うと思うし、見た目からも違いますね。違いますね。これで動いてるのもいますしね。本当だ。元気ですね。元気元気。はい、では、まあ、とにかくいただきましょう。いただきますか。はい、いただきます。いただきます。じゃあいつも通り粉の方から、こっちからいきましょうかね。粉末コオロギからいきましょうか。どうぞ。はい、じゃあまずは何もつけずにこのままいただきます。うん、どう、どんな感じかな、うんうん、厚さ1センチぐらいカリッとなってて、中は割としっとりと、うん、揚がってますね。あ、これ美味しいですね。うん、美味しいね。うん、うーん、コオロギの味が、味も出てますね。うん、美味しい。この外のカリカリ感がいいですね。ね、なんか唐揚げのカリカリ感とはちょっと違って、ちょっと違いますよね。なんていうんですかね、なんかソフトクッキーみたいな柔らかな感じ、柔らかさ、はい、しますね。うん、おいしい。あ、ケチャップも合いますね。うん、じゃあ冷凍コロナいってみますか。あ、ふわふわだな、思った感じも。うん、うん、中のふわふわ感は残ってて、うん、はい、うーん、あ、これはこれでとっても美味しい。ああ、そうか、中結構やっぱり水分というかね、もともと柔らかだったから、はい、その柔らかさが揚げても残ってますよ。残ってますね。ふ、うん、んわり感が美味しい。全然違いますよね。全く違う食べ物になってます。うん、あ、美味しいですね、これもね。美味しい。へえ。ケチャップ好きでも、うん、ああ、おやつですね、これは。ちょうど、あの、子供が学校から帰ってきて、ちょうど食べるのが、おいしいです、ちょうどいい、ね、なんかコオロギの、うん、この足の感じもアクセントになってて、おいしいです。はい、ワームですね。ワーム、あ、これ気になるな。これ気になりますよね。いただきましょうか。はい、はい、そのまままずは、うん、あ、うん、まあ、食感から違う。これがなんだかんだ一番サクッと、うまくね、サクッと、うん、上がってます。うん、やっぱワンは偉大ですね。偉大偉大、なんか
一番お肉っぽいです、うん、そんな感じ、うん、肉っぽい感じしますね。ね、うん、この脂肪分じゃないですか、ね、多分そうだと思う、うんうん、あとはすごい思ったのは時間が経てば経つほど粘着力というか、うん、出てきますよね。出てきて、はい、あの全然豆腐感は全くないです、うん、なんて言ったらいいんですよね。なんか柔らかい、うん、合いびき肉みたいな。あーでも殻がほんとサク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 感でも、うん、不思議な感じ。時間置いた方がいいかもしれないですね。ちょっと置いた方がいいかもしれない ね、 ね、うん、味は味で一番昆虫感が強いのがこのコオロギの粉末ですね。これですね、うん、まあ、これがそういう意味では非常に、まあ、コオロギ感あんなに蒸し感が非常に少ないので、はい、これ食べやすいかもしれないです、うん、あとふわふわだからお子さんとか、うん、いいかもしれない。年配の方でも食べやすいかもしれないです、はいはい、でこれいいですね。これは昆虫食好きにはいいかもしれないそうですね、うん、あとお肉が好きな人にとってもいいんじゃないですか。確かに食べ応えはありますね。食べ応えありますしね、この脂肪感がなんとなく肉っぽい感じがするんじゃないですか。うん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 、最初に作ったものは若干冷めてるんですけども、はい、なんか食感が揚げ物っていうかソフトクッキーをちょっとカラッとしたさせた感じだから冷めても全然美味しいので、うん、あここら辺はね、これはそう、はい、そうですよね。いやこれお弁当向きだ。美味しいですね。美味しい、たまらないですね。いや本当あん それぞれ美味しくいただきました。うん、なんか本当にそれぞれ あの材料でいろんなお肉の食感と違いってこれほどこう分かれると思わなかったですね、違いが ね、 びっくりですね。でもそれがそれぞれ全部美味しくいただけたんですけども、うん、やっぱ粉は非常にそのこうなんて言いますかね、こう混ざりやすいので、はい、食感もいいし滑らかですよね。食べやすさもそうでしたし、うん、引っかかりがないっていうのと、あと手軽さが良かったですよね、うん、私はこれは、ね、なんだろう、なんか肉詰めとかはすごい向いてたかなって感じはします、うんうん、でももともとほらドライなので、はい、あの生地が非常に締まってるというか固めなので、はい、揚げても殻がすごく香ばしく固く上がるし、あの、まあ、揚げやすいってこともありますし、いろんな意味でこうなんだろう、入門編にはすごくいいんじゃないかと思います。いいと思います。成形もしやすかったし、あの昆虫の味、はい、っていうのがすごくよくわかるじゃないですか。あ、はっきりしてますね。はっきりしてますよね。だからこれ食べた方は昆虫ってこんな感じの味がするのかなってことがよく分かって、うんうん、そういう意味でも非常に入門編としてはねすごくいいんじゃないかなっていうふうに粉は思いますよね。優秀でしたね、はい、粉は、はい、で次今度はこの冷凍コオロギ。そうですね、はい、これはタイで採れたコオロギ、ハウスクリケットって言って、うんうんうん、あのコオロギの中でも一番の柔らかで小型で、あの味も非常にそれほど癖がなくって、はい、食べやすいコオロギ、今世界中で一番養殖されている昆虫のトップがこのヨーロッパイエコオロギなんですね。昆虫界のトップ。そうですね、ナンバーワンというか第一の座に君臨しているだけあって、非常にあの癖がなくって食べやすいし、確かになんか正直粉よりも癖がなかったですね。なかったですもんね、うん、だからそのそういう意味でこれを味わっていただければ、はい、昆虫食べやすいなって皆さん思ってもらえると思うし、うん、食べる入門編としてはこれが一番あの抵抗なく食べてもらえるんじゃないかと思いますよね。確かに姿もちゃんと残ってるからその感じも楽しめますね。そうですね、あのちゃんとこういう虫が入ってますよっていうのはちょっとこれで、うん、分かると思うし、だし、はい、とかにもいろいろ使う。ああ、コオロギのだし使ったものとかいろいろありますね。結構最近ありますもんね、はい、そういう時にも使えるし、うん、すごく重宝する食材になってますね、うんうんうん、これはね、はい、そして今度このミルワーム、ここで元気に動いている、はい、まだ元気に動いてますけど動いてますけどね。ミルワームってあの元々本来もっとちっちゃめなね、はい、あの鳥の餌とか小鳥の餌に使われている、うん、あのこうペットショップかなんかでよく売られているものの大型バージョン、はい、うんうんうん、ジャンボミルワーム、まあ、そうですね、ジャンボとかスーパーワームとかいろいろ名前ついてますけど、もともとはあの害虫、はい、ミールワームって言ってあの穀物害虫だったんですよね。あ、そうなんですか、うん、でそれが、まあ、このそういった栄養があるし脂肪も多いし、はい、食いつきがいいので、うん、まあ、ペットの餌にしようということで養殖も飼育も簡単ですしね、はい、それでこうあの広がってきたやつなんですけども、何て言ったら脂肪が多いんですよ。うん、
だ脂肪分のうまみ、それがやっぱりこう引きつける要因だと思います。ペットもそうだし、うん、人間が食べても人間も2人して引きつけられましたね。美味しいですからね。美味しかった。なんか、うん、このミルワームの脂肪分がこの肉肉しさみたいなジューシーさを引き立ててくれてるのかなと思いましたね。あの、そうですね、あの肉を食べているってそういう感覚、味的にはねすごく、うん、食感はちょっと違いますけどね、はい、するので、うんうん、あの肉の代替としてすごくミルワームなんていうのはあのいいんじゃないかという感じですよね、うん、2つは結構あっさりしてて、そうですね、こっちはヘルシーな感じの味付けだったんですけど、はいはいはい、こっちはしっかりともジューシーさが出てましたね。そうですね、その違いっていうのはこうなんか同じ昆虫でもね、うん、明らかに違った。で、まあ、こっちは幼虫って言ってもありますよね。まあ、そうですね、確かに、うん、幼虫っていうのは比較的脂肪がすごく多いので、はい、その旨味っていうのがありますけれども、成虫になるとできるだけ脂肪を減らしてタンパク質を増やすっていう風にこうだんだん移行してきますから、そのタンパク質の美味しさ、はい、というのが成虫にはこっちにありますもんね。じゃあダイエッター向きはこっちってことですね。そうですね、でモリモリいっぱい食べたい人はこっちと。あ、こっちの方が満足感は確かにあります。ありますからね、うん、そういうあの違いが多分用途の違いがあると思います、はい、それでミルワームっていうのはご覧のように非常に外が殻が硬いんですよね、はい、だから揚げるときに要注意で、はい、あの高温で一気に揚げるとピャーッと爆発するんですよ。破裂するので、あのちゃんと入れたら蓋をして、はい、落ち着くまで蓋をしておくとかですね。あるいはあの最初にちょっと茹でとくとタンパク質固まるので、はい、揚げてもそれほど爆発しにくいって。爆発しちゃうと中身が全部なくなっちゃうので、なるほど、殻しか残らないっていう。スナックになっちゃいますね。状況になっちゃいますので、まあ、そこら辺ちょっと一口一工夫必要かもしれませんけど、ね、はいはい、そんなところじゃないでしょうかね。皆さんもぜひ試してみてください。美味しかったです、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。